暇や暇やめちゃくちゃ暇や。阪神タイガース今日は明日試合がないということでめちゃくちゃ暇です。まあそういうことで、まあなんか動画撮ろうと思いまして、ちょっとね、まあ、家近所なんで、甲子園球場の、タイガーショップ、チームショップアルプスまで行ってね、買い物してきました。まあ、試合あるときはね、まあ、お客さんパンパンなんでね、休みの日に、行っております。今日買ってきたんがですね、はい、皆さん、これ知ってますか？ Today's Hero アクリルキーホルダーと言いまして、はい、これ、ロハスちゃん、ケラー投手、マルテ選手、3人乗ってますけども、ヒーローインタビュー、甲子園で買った時にヒーローインタビューした時の、キーホルダーが、発売されてるんですよね。まあさすがにね、まあ品終わってすぐにはね、まあ発売されませんけども、これは、9月12日、今日が、15日なんで、1、2、3、3日後、3日後ぐらいには出んのかな。はい。これもありますね。これは大山選手とロハちゃんのね、品のこのキーホルダー。もう全部ありますからね。今までの甲子園球場のヒーローインタビューのキーホルダー。これはちょっとね、推しの選手がヒーローインタビューになった時はね、もう絶対買っとくべきやと思いますよ。このキーホルダーと、ハンドタオルもね、売ってましたんで、よかったら買ってください。それとね、これも買ってきました。これめちゃくちゃ良くないですか？今日の一押し缶バッジあるでしょ？それを入れるホルダーが発売されてました。はい、見てください。今日の一押しがね、こう、今日のとこ罰されて、私の一押しってなってますよ。ちょっとね、まあ、反射して見にくいから開けますわね。こんな感じです。まあ、2種類あったんやけども、こっちの方がね、デザイン可愛かったんで、こっち買ってきました。早速ね、入れてみましょう。僕の推しの選手、誰かわかりますか？ジャストサイズ、スポットハマったよ。おほー！めっちゃ良くないですか？めっちゃ良くないですか？私の一押し。推ししか勝たん。めっちゃいい。こうやってね、こうやってぶら下げて。裸でバッチつけとったらバッチに傷いきますんで、こうやってホルダーに入れたら傷つく心配なしっていうことで、めちゃくちゃ便利。皆さんぜひ、推しのね、缶バッチを入れてみてくださいっていうことで、まあ、めちゃくちゃ宣伝してますけどね、僕ね。別にこれ案件ちゃいますよ。案件ちゃいますよ。はい、ってことでさっきショップ行って、もうついさっきですけどもね、ほんまにね。この二つ、買ってきました。っていうご報告でした。はい。ということで、はい、まあ、それよりですよ。それより、はい、能見さん引退ということで、いや、めちゃくちゃ悲しいニュース、続きますやん。福留さん、糸井さん、能見さん、まあ、毎年この時期になるとね、まあ、こういうニュース、まあ、出てきますけども、まあ、さすがに、阪神ファンとしてはこの3人が、引退するはね、きついな、悲しいな。まあまあ、能見さんね、まあ、能見さんの T シャツ着てますけども、ほんまにね、能見さん、あのね、綺麗なフォームから糸を引くようなストレート、惚れ惚れしましたね。開幕投手、3回か、阪神タイガースで、16年、オリックスで2年、計18年間。いや、ほんまにお疲れ様でした。ほんまに。ほんま、プレーだけじゃなくて、ほんまにアドバイスもね、たくさん、阪神のピッチャーにしてくれましたし、ほんまに感謝しかない。はい、ということで、まあ、感謝の意味を込めて、能見さんのヒッティングマーチ、吹きたいと思います。まあね、何分、近所迷惑になると思いますんで、一回だけね、ちょっとちっちゃめの音で、しかもこれね、これ、何やったっけ、ミュートか、音をちっちゃくするミュートをつけてね、一回だけ、吹かしてください。能見さんへ感謝の気持ちを込めて、能見さんのヒッティングマーチ、吹きますんで、皆さん、大声で歌ってください。そちらはね、大丈夫でしょ？それでは行きます。のおみのおみ、ちょっとうるさかったな。うるさかったな。あ、トランペットうるさいぞ。よし。よし。はい。これで僕のせいじゃないんでね。はい。僕以外の誰かが吹いてて僕も怒ったっていうね。これで行きましょう。はい。はい、ということで、能見選手、本当に18年間、お疲れ様でした。はい、もちろんね、オリックス、最終戦かな、能見さんの引退試合で、投げると思います。最後ね、悔いのないように、ストレート、見せてください。はい、ストレートとフォークかな、フォーク投げるかな、まあ、どっちも見たいな。ということで、今日はちょっとオフということで、まあ、ちょっとゆるい動画になりましたけども、まあ、たまにはね、こういう動画も上げていこうと思います。はい、それでは、阪神タイガース、明日、明後日、
あさってからですね、東京ドーム巨人戦、絶対勝ちましょう。絶対勝ちましょう。CS 行きますよ。はい。あ、それは、今日の動画以上でございます。ありがとうございました。さよなら。